どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。年末からですね、毎日配信っていうのをやっていて、今日撮って今日出すっていうね、挑戦というか、年末年始だけね、限定でやっているんですが、いつもね、見てくださる皆様、コメントもね、本当にたくさんいただきましたけども、本当にありがとうございます。そろそろですね、この毎日配信から、また通常のペースに戻って、戻してですね、また、配信やっていこうかと思っております。とりあえずですね、毎日配信、今回で、最後となります。次回からは普通のね、配信ペースで、やっていきたいと思っております。毎日ご覧になられた皆様、本当にありがとうございました。ということで、今回のテーマなんですけど、我最強の趣味なりっていうね、お話をしていこうかと思うんですけど、まあ、カメラの話なんですけどね、カメラが趣味っていいよねっていう、お話をさせていただきたいと思っております。中古カメラ屋さんへ行ってまいりました。まあ、狙っているね、レンズがあったので、ちょっと見たかったんですよね。で、それ何かっていうとですね、中望遠、90ミリですね。エルマリート、90ミリ、F2.8、初期型ということで、これがね、すごく安く出てるんですよ。やや難ありって書いてあるんですけど、これ5万円で販売してましてですね、ちょっと見てみたいなということで、この難ありっていうのがどういうものなのかっていうのもね、ちょっと知りたかったんですよ。行ってまいりました。これね、5万円なんですよ。やや難ありっていうね、もので、何が難ありなんですかって聞いたところ、まず外観が古いこと。それと、中見せてもらいました。ライト当ててね。結構ね、曇りがかってるんですよ。これは、通常の景品としての商品としては扱えないので、難ありにしましたとおっしゃってまして、特に傷っていうのはなかったんですけど、まあ、結構曇りがね、しているということで、まあ、ゴミの混入っていうのかな。まあ、ただね、どう見ても、こう撮ってもですね、まあ、そんなに、気になるというか、まあ、当然今の現行のレンズとは、違いますけども、まあ、オールドレンズということで、まあ、これぐらいだったら許容範囲じゃないかなと思っていてですね、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっと考えさせてくださいなんて言ってね、今日はその場を後にしたんですけども、で、同じくエルマリートの、広角レンズですね、21ミリ、F2.8 アスフェリカル、こちら、21万円で、販売しておりましたけども、そちらもですね、見てまいりました。今ね、エルマリートって現行ではないはずなんですよね。特に、この21ミリっていう焦点距離。これね、今現行ではないんじゃないかな。最低が28ミリになるんじゃないかな。まあ、28ミリ僕はズマロン持ってるんで、それより広角ってちょっと見てみたいなということで。なので、エルマリート90ミリ、F2.8 初期、それとエルマリート21ミリ、F2.8 アスペリカル。こちら両方をですね、ちょっと検討してみようかなと思っております。まあ、もともとね、僕、中望遠をずっと探していたので、90ミリの方をね、買おうかと思ったんですが、レンズ、傷がついていたり、塗装が剥がれていたりしているのはね、僕いいんですよ。まあ、オールドレンズなんでね。ただね、ちょっとこの M11 との組み合わせが、ちょっとね、アンマッチかなと。まあ、こうやってね、時間をかけてじっくり物色できるのも、趣味の醍醐味かなと思っていてですね、これがプロカメラマンになるとそうはいかないですよね。そもそもこんな古い、レンズ買ったところで使い物にならないですよね。まあ、クライアントワーク、まあ、物撮りですとか、ポートレート、建築写真撮られている方、いらっしゃると思うんですが、プロでね。こんなね、5万円の、50年近く前の、レンズなんていうのはね、買うはずないですよね。ただまあ、趣味でやる分には、逆にその、なんていうのかな、曇りだとか、難があるものが、
逆にこう味があったりとかですね、まあこれ趣味の醍醐味だなということで、やっぱりこうやってゆっくりじっくり、レンズとかカメラを決めてですね、もう一枚一枚、自分が納得するまでこう撮り続けるっていうのかな、こう集中できるっていうんですかね、なんか嫌なことを忘れるっていうか、まあ集中しすぎてちょっと周りが見えなくなる時も多々あるんですが、そこら辺はねちょっと反省点として気をつけて、やっぱりね一枚一枚時間をかけてシャッターを切っていく、それがまあライカ、特に M 型ライカの楽しみ方なんじゃないかなと思う今日この頃でございます。はい、ということで今回の動画は以上となります。ぜひですねチャンネル登録、そしてグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。